はい、こんにちは、ダクソンです。こちらね、まあ今は北海道の初夏にあたる時期なんですけど、ここスキー場ですよね。で、駐車場に私ダクソン佇んでおります。でですね、まあこのスキー場、この下の方は畑になってるんですよね。で、頂上があってリフトがあるといった模様でございます。で、なぜ私ダクソンがこちらのスキー場に伺ったかと言いますと、なんだこれ、おがくずの山なんでしょうね、これ。よくわかりません。あのね、このスキー場の、なんて言うんだろう、ゲレンデの中に、トンネルが通ってんですよ。自動車の通るね。花綺麗。これ水仙だね。うちにもね、水仙が一輪咲くようになったんですけど、非常にね、葉っぱも茎も細くて貧弱なんですけど、可愛らしいですよ。で、ここをまっすぐ行ったところに忽然とトンネルが現れるんですよね。で、バンバン車が走ってるといった模様でございます。あの、私ダクソンもスキー場のことってよくわかんないんですけど、こうやってスキー場のね、ゲレンデの中に車の通るトンネルのあるスキー場って珍しいんじゃないですかね。わかんないけど、なので動画にしてみました。ここね、高規格道路なんでね、中には入っていけないんですけど、すごい、ほらトンネル、ここ、どっかから見えないかな。あったね、こちらですわ。ここがね、スキー場の中、トンネルが走ってるんですよ。珍しいですよね。あとは特に変わったことのないスキー場か。なんか小屋があるな。いいですね、こういうの。失礼。桜。わ、車来た。畑耕してる。スキー場でもあり、トンネルも通ってて畑にもなってんだね。この山なんだこれ。なんですかね。まあいいや。話すことがなくなったんで、以上でダクソンでした。